新桜大戦、前回の続きからプレイしていきましょう。プレジデント G と一緒にいた。ミスター愛と呼びたまえ。英国歌劇団花組隊長、神山清十郎。はあ。そのミスター愛さんが何の用ですか？プレジデント G の使いで来たのだよ。ある人物の身柄を拘束する任務を受けてね。身柄を拘束って一体誰を？望月あざみだ。あざみを？なぜ？どうしてなんですか？これを見ろ。これはあざみ？この仮面の男は誰だ？わからないのか？いや、わかっていてとぼけているのかな。どういうことですか？歌劇団大戦の開幕式を襲った甲馬、夜叉は特徴的な仮面を身につけていた。時を同じくして発見されたこの奇妙な仮面の男、無関係だと思うかね？それは短絡的だな。つまり、その不審な男と密会を続ける望月あざみは、甲馬のスパイと考えられるのだよ。そんなことは絶対にありません。あざみは、俺たちの仲間です。すぐにでも拘束したいところだが、まあいい。まだ調査の途中だ。それでは、私はミズ S のところへ行くよ。また会おう。アザミがコーマと会ってる。そんなバカな。ミスター愛から渡された写真。アザミがコーマのスパイだというか、アザミと一緒に仮面の男が写っている。バカな。アザミはスパイなんかじゃない。ミスター愛は支配人室に向かったぜ。後を追ってアザミの疑いを晴らすんだ。それ情報を集めてからの方がいいんじゃないかな。変える？違う。いや、ブロマイド。新商品が入ったで、見たってや。どうしようかな、これかな。それを買うてくれるんやな。買う。毎度あり。購入済みのやつも出るんだな、お前。よし。でもこれ言うだけじゃな、やっぱ証拠もいるよね。あ、アザミ。アザミ。一体どこへ行ってたんだ。探したよ。里の掟12条、任務を悟られてはならない。だから言えない。掟なのはわかるけど、どこで何をしてたか教えてくれないかな。掟は大事。忍者は掟を守らないといけない。どうしようかな。勝負だったら勝負だ。俺が勝ったら教えてもらうぞ。これは引けない戦い。隊長が相手でもアザミは負けない。また冗談だよ。そこまで言いたくないのなら諦めるよ。だけどアザミ、一つだけ隊長からお願いだ。何？言える範囲だけでいい。何か不安があるときはあらかじめ教えてほしい。そうじゃないと君を守れなくなる。わかった。言えることは報告する。ありがとう。なあ、支配人室に用があるなら今はやめておいた方がいい。これは隊長命令だ。命令。わかった。後にする。いい子だ。よし、行くぞ。これでも落ち着けた方がいいと思うんだけどな。
神山清十郎、参りました。入りたまえ。やっと来たか。遅いぞ、神山清十郎。ちょうど今、ミズ S にスパイのことを伝えたところだ。アザミはスパイではありません。それを証明できるのか。できるのなら、証拠を出してみろ。それは…ふふん。それではミズ S、私は失礼する。私の言葉をプレジデント G の言葉だと思ってしっかり遂行してくれたまえよ。困ったことになったわね。支配人、アザミはスパイではありません。どうしてそう思うのかしら。これかな。例の写真は何をしているかまではわからない。スパイである証拠もありません。ミスターアイはそう思っていないわ。アザミが会っていた仮面の人物、あのヤシャとの関連を疑っているみたい。仮面をかぶったらコーマの仲間ですか。勘違いしないで。私もアザミがスパイだなんて思っていませんわ。でもそれを納得させるだけのものが必要なのよ。証拠はこれから探します。アザミがスパイでないと必ず証明してみせます。頼んだわよ。はっ。アザミはやっぱりいないか。一体どこに行ったんだろう。キャプテン。ああ、アナスタシアか。珍しく浮かない顔をしているわね。どうかしたの？いや、ちょっとアザミを探してるんだけど、どこに行ったか知らないかな。アザミなら、さっき外へ出て行ったわよ。外へ？まさか。アザミが、どうかしたの？いや、なんでもないんだ。ありがとう。そう？それじゃ、私は行くわね。スパイ疑惑を信じるわけじゃないが、仮面の男が何者なのか確かに気になる。よし、まずはアザミを探して話を聞いてみるか。でもまた里の掟とか言われそうだしな。基本的にこう話が通じないというか。アザミは外にいる。よし、とにかく探してみよう。多分なんだけど、銀座のとこいいんじゃないかな。アザミはここにはいないか。しかしなんだ、どうも様子が変だが何かあったのか。ん？何？アーサー様って言ってるけど、どうした、何かあったの？あの、何があったんですか？アーサー様は見つからないの。こんなに探しているのに手がかり一つも。アーサー？ロンドン歌劇団の？あなたもしかしてアーサー様のことご存知なの？ええ、知ってます。俺も歌劇団の。あなたのことじゃないわ。アーサー様がこの辺りにいらっしゃるはずなのよ。ねえ、アーサー様の手がかりを見つけて、お願いします。どうしようかな。まあいいけど。わかりました。アーサーの手がかりを見つければいいんですね。ありがとう、嬉しいわ。でもアーサー様よ。気をつけてね。アーサー様の手がかりが見つかったら、私に教えてちょうだい。急いでお願いね。人使いが荒い。蒸気ギターのピック。
それあんま関係ないんじゃないの？演奏するとしても別にアーサーが持ってるわけじゃないでしょ。英国のコイン。うん。まあ、ざっと見ていくとして、この辺にはないのか。オッケー。あとは、こっちか。こっちもなさそう。右側っと。やーざーざーって言ってる人いるけど大丈夫なのかな。あ、おしゃと、それも紳士靴ならアーサーの可能性もある。うん。靴の足跡があったぐらいでアーサーって断定すんのは、いかんせん短絡的というか、なんというか。革の手袋。手袋といえば貴族のたしなみ。貴族といえばアーサー、手がかりになるかも。そうかな。まったくと言っていいほど共感できんな。ん？なんかあった。あ、向こうからか。ちょ。ハンカチ、ずいぶんおしゃれで高価なもの。アーサーの可能性があると。結構見つけたな。さすがにこれ以上は見つかりそうもないが。あ、そう？じゃあ終わり？こんなものを見つけたんです。紳士の足跡。あ、これは確かにアーサー様の手がかりかもしれないわ。嬉しい。でもまだ足りない。え？ああ。え、これ。あれか。全部あげないとダメか。ちょっと待って。あげるのも時間あんの？え？ちょっと、時間が。やばい。ん？何を？ごめん。まあいいや。渡そう。本当に渡してしまっていいのか。え？うん。こんなものを見つけたんですが。英国のコイン。あ、これは確かにアーサー様の手がかりかもしれないわ。そうよ。これだけ手がかりがあるということは、アーサー様はここで私を待っている。アーサー様は私、決して諦めませんわ。アーサー様が、っていうか、アーサーは落としすぎでしょう。ここを決して離れません。あなたのおかげで、アーサー様の手がかりが見つかったわ。もう十分よ。あとは私が自分の手でアーサー様を見つけます。ありがとう、見知らぬ方。そしてごきげんよう。ふふ。なんだろう。なんかまずいことをしてしまった気がする。なんで？完全にストーカーだけどな。なんだこの気配は。神山くん。その声もしかして朝、どこにいるんですか？どこだっていいだろう。それよりなんてことをしてくれたんだ。彼女たちがいなくなるのを待ってたのに、これじゃ出るに出られないよ。なんかすいません。もういい。僕はしばらく気配を立つ。君はここから立ち去るといい。知らん。それはお前の前だ、種だろ。え？銀座にコーマ？行くか。ま、サクッと倒しちゃいましょう。なんか久しぶりな気が、なんか準備はいいか、隊長。コーマを倒して、コマちゃんの商品を確保するぜ。了解。って、小町さんの商品？そんなに重要なものなのか？うるせえよ。とにかく、とっととやるぜ。よし。て、ちょ、ほら、同僚だ。いいね。まだ敵が嫌がんのか。早いとこ倒さねえとな。よし。
これでも食らえ。あれ。あとはこちら。逃がしたよ。えい。はい。飛んでけ。うん。そう。ほら。ちょ。待たれ。はっ。そら。終わり。よっしゃー。敵は全滅だぜ。これでさらしも巻き直せる。さらし？さらし？おお。もう替えがなくってよ。スースーして困ってたんだ。いやー助かったぜ。もしかして今の初穂って。いや考えるのはやめておこう。どんなもんだい。なんとも手応えのない対決だった。あとはホテルか。あ、オムライス食べに来たの。いいね、結構値段しそうだけど。いや神山、あの白マントの人どうしてかな、気になるんじゃない。ああ、博士さんのことですね。あの人はさくらの師匠だなんて言うと、この人、博士さんに襲いかかりかねないですよ。いいんじゃない、別に。ねえ、さくらの何を。それは。実は、さくらの師匠なんです。剣術の。さくらの剣のお師匠さん。なるほど、それで。あれ、襲いかからないんですか。君ね、私は何だと思ってるの。猛獣みたいに言わないでくれる。はあ。でもそうか、道理で隙がない。いずれ、さくらに勝った後にでも、手合わせ願いたいもんだな。そんなに強いのか。はい、ということで、じゃあここで一旦区切って、次回、アザミ見つけるところからやっていきましょうか。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。